僕らの大冒険よいしょねえ、赤壁邸からお送りしております。はい、岡山県北部鏡野町にある赤壁邸、かつてはレストランとして使われていた場所で、現在はライブやキャンプ、アウトドアイベントも楽しめるスペースとして人気なんだとか。今回、ええ、大量の葉っぱ、すごいね。もみじがあって、うん、あとシソとかね。そうだよね、あ、うん、でもね、あの歯ブラシがあるんですよ、ここ。ということは、はあ、歯磨き粉じゃないかなって。歯磨き粉、とうとうニッチリッチキャッチも通販で歯磨き粉を売り出そうとしてるんじゃないかっていう。あるじゃない、いっぱいその葉っぱを使った歯磨き粉みたいなのが。ああ、はい、生薬みたいな。そうそう、だからそれを売り出そうとしてんじゃないかっていうね、この夏は。違いますか。違います。違うね、違いました、はい、よろしくお願いします。あ、お願いします。はい、はい、皆さんこんにちは、よろしくお願いします。本当に通販の人みたいな人が出てきましたよ。津山市のアウトドアショップニッチリッチキャッチの新メンバー、おーちゃん。通販の人じゃありません。今日は何をするんですか。はい、今日はですね、動脈標本という。あー、緑の部分を全部削ぎ落として、動脈これだけを残すってやつですよね。子供の頃理科の教科書で見て、めちゃくちゃやってみたいと思ってた。まあ、憧れはあったよね、確かに、うん、でも、うん、実際にやったことはない。そう、やり方を知ってんのかなっていう話ですよ。知らずに来ん。え、まあ、ね、今日朝6時から携帯でちゃんと調べてきました。時間とか別に言わなくていいんですよ、そんな。別にやったぞっていうね、割と朝6時付け焼き場だなっていう。そうね、なんだか不安、ちゃんとできるのかな。お好きな葉っぱをそれぞれ3枚ずつ、おー、はい、なるほどね、選んでください。はい、これ何の葉っぱですか。はい、こちらは、ゴムの木で、観葉植物に、なっている木です。ゴムの木、そういうあればあるんですね。ちょっとほこりついてるもんね、はい、ほら、あ、ほんまや、ね、ほんまやね、めちゃめちゃほこりついてるやん、うん、これ誰んちに生えてたやつ。これコウモちゃんです。あだろうね。ちょっとあんまりやな、やってみて。あら、うわ全然掃除がなってないじゃない。出た小ジュートメかシュートメかやね。嫌キャラ、嫌キャラね、嫌なキャラ。うわ、やだ、最低、最悪、嫌われろ、やり直し。相当あったからね、けど、まあ、確かにこれはやり直し、これはやり直しというか、ちゃんとやってください。やり直しどころじゃない、一回も多分やってない、これは。まだやってない、ね、そう、多分一回も掃除バレましたね。窓いつも開けてるんですけど、結構ホコリが入ってくるんですよ。何の葉っぱ？これは何の葉っぱですか？こちら柿の木の葉っぱです。大きいよね、これもね。確かに、はい、じゃあ俺これにしよっか。柿でいく？うん。二人が選んだ葉っぱはこちら。坂本は楓と柿の葉、そしてサザンカ。竹内はモミジとゴムの木、さらに大葉。どんな葉っぱでもできるのかな？今回使うのがこちらのコンロ。沸騰させた湯に葉っぱを入れてグツグツ煮るので高火力のコンロがおすすめ。さらに葉を柔らかくする重曹をお湯に加えるのがポイント。はい、はい、じゃあ入れたいと思います。じゃあちょっとだいぶ離れとくからね。そんなに離れなくていいだろう。そんなドボ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 って入れない。おーちゃんもちょっと離れて、離れすぎだろ。2人とも思考よれ、思考よれ、2人とも気をつけてよ。そんなんでやねん。あ、ちょっと待って、どのぐらい入れんの。じゃあみんな離れよ、カメラマンさんいいでしょうよ。いや、離れなくて大丈夫。気をつけてよ。このぐらい、もうちょっと、もうちょっと、もうちょっとですね。あ、まだまだ、はい、オッケー、もうちょっと、そんぐらいじゃない、そんぐらいじゃない、はい、はい、シュワーってなってる。入れます。すごい、これですね。そんなこれだけでそんなうまくいくもんかね。ねえ、全然わからんけど、想像ができん。おい、どうなるんだろう。と、ここでまさかのトラブル発生。これ、わかります？これ、大葉だいぶ、ただれてきてるというか。マジ？というか、溶けてる。ああ。溶けた。溶けちゃった。もう葉脈どこでもない。これは、あれですね。なんですか？ゲーム、オーバーで。ゲーム、オーバーで。すごいカメラ目線。嬉しそう。嬉しそうやな。
失敗してるのに。こらこら、失敗して大葉のシャレって、この大バカ者。えこれは誰が悪い？もみじはもういいぐらいじゃないですか？これはあの誰が、歯ブラシがありますので、歯ブラシをトントンさせながら歯肉を。あー多分ダメだわ、全然ただれてないわ、ダメだね。まあもう残念ながらもうね、お蔵入りです。すごい面白いシーンいっぱいあったんですけど、はい、お蔵入りですこれ。残念でしたね。ゲームもみじでいいですか？だから違うんだよそれは大葉なんだよ。でもそれは大葉しか使えないのよ応用ができる。何言わないと思うおかしいから。なんかあーもう破れたな、ちょっと厳しいですねこれ。あー厳しいわ。ダメダメ、こうなっちゃうよね。つけたのはだいぶつけ込んだけど適してない、無理だ。楓は全然だ、ただれてないもん。楓はダメ。昔は小学校の子好きだった。いや結構もうね。はい、恋の話はどうでもいいけど、大葉ももみじも柿も楓もゴムの木も失敗。葉っぱは薄すぎても厚すぎてもダメみたい。残すはサザンカだけ。葉っぱを使ってまるでアートな葉脈標本に挑戦する竹内と坂本。失敗の連続で残る葉っぱはサザンカだけ。どうなる？どうなる？はい、OK。じゃあいただきましたんでね、これでやってみましょうか。かなりいってんじゃない？薄くなってるよ。あ、来てる来てる来てる、見て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 、ほらほらほら、ここあ、ほんま？ここほら、あ、ほんまやな。これ裏側も根気よくやればいけるぞ。いけるこれ。へー、ほら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 、もうおかしくなった。あの、表側も失敗がすごかったからね。羊肉はかなり簡単に取れるこれ。歯ブラシで葉っぱをトントンすること1時間。あれ、おーちゃんがスマホで何か調べてる。いい方法が見つかった。そくさ、そくさ演技。台風洗浄剤です。コロナでの方に、入れます。はい、では温まってきましたので、ここで葉っぱを入れます。重曹よりもアルカリ性の強いパイプ洗浄剤を使うんだって。待つこと2分。え、もう白くなってる。坂本さん、柿内さん、はい、ちょっと来てください。え、まさか。どん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 白い場合じゃないです。何ですか？どうしたどうした、この時腰痛いからね。揺すっただけでしゃぶしゃぶしてるだけや。はい、しゃぶしゃぶしてるだけで見てください。できてますね、かなり。まさかの。え、これも揺すっただけ。揺すっただけです。時間返してこんな葉脈標本に価値ないよ。まあね、そらそう、確かにそらそうやな。ほら、はあ、価値ない。そらそうやな。まあただ本当に最初からその何だったっけ、パイプ洗浄、同じ洗浄剤、それ使っときゃさ。いやいいよ、あれ、あんなのダメだ。終わったよもう。いや、あんなの価値ない。仕上げよ。火入りましょう。あれは、ただの葉脈標本だよ。ただの、こっちはな、僕たちの葉脈標本だよ。ちょっとよく分からんけどまあとりあえず俺たちは頑張ってるってことだよね。違う、頑張ろうかやった本人が言うやつ。違う、こっちは僕らの葉脈標本だよ。まあそうだな、かっこよく言ってます。僕が頑張った。ただここまで時間かけてるからよ。ただそれ、この歯ブラシで葉っぱの表面を叩くという時間以上やって、1時間以上もう本当にひたすらこれ、これで何もせずに1時間本当に。 OK、 できたできたできた。どうすか、破れたけどね。いやー時間かかりました。いいね、めちゃくちゃ時間かかったよ。長かったぞ、1時間半ぐらい葉っぱ叩き続けた。ずっと本当休憩なし、親の敵のようにトントコトントコ。それは確かに1時間半トントンを繰り返した竹内と坂本。おーちゃんの葉っぱはどうなったの？ゼロトントンで。ゼロ、ほんまや、今言うなよ。すげえ綺麗じゃん。ゼロトントンで作った人おるよ。聞きたくない。ちょっと認めます。一番綺麗、一番綺麗。冒険してないんだよ、あなたは。いや、ほんと冒険してないな。あなたはちょっとギャグを冒険してるだけ。上の2枚が竹内と坂本がトントンして作った葉脈標本。はっきりと葉脈がわかるし、
1時間半トントンした甲斐があったね。こっちはおーちゃんが2分で作った葉脈標本。あれ、こっちの方が綺麗。分かってるよ。葉脈の細かいのはパイプ洗浄剤の方が残るんだな。あ、俺全然残ってねえな。なんでやろう。何が、朝浜とかもえらい少ないよ。なんで少ないの。叩きすぎたの。俺叩きすぎたってこと、ね、かな。葉脈を相当落としたんだろうな。あー難しいな。一時はどうなることかと思いましたけども、本当ね、葉脈作り、葉脈標本作り、無事完了しました。お疲れ様でした。いろいろと勉強にはなった。そうですね、やっぱり葉っぱにも向き不向きがある。大葉はダメだね。大葉も絶対ダメ。ちゃんと葉脈標本は頑張っても作れるし、頑張らなくても作れる。おもちゃん家の掃除は行き届いてないっていう感じね。そうだった。いやちょっとまさかの結末でしたね。一生懸命1時間半やってるのに2分でできちゃう場合もある。ゼロトントンでね。ゼロトントンだからね、皆さんやりたい時はあのパイプ洗浄剤使ってやればもう本当すぐゼロトントン、まあ、確実で早いですけど、そういうことになりました。はい、ではお店の情報です。リッチリッチキャッチの、ね、お店はご覧の通りになっていますが、今日からですね、9月の6日水曜日まで店内の改装のため、臨時休業となりますので皆さんご注意ください。